はい、こんにちは。今回はですね、パクーちゃん、紹介したいと思います。ピラニアみたいな南米の魚で、歯がピラニアみたいに鋭くはないんですけれども、硬い歯が揃っているので、指入れると指がちぎれちゃいます。で、あの、タイのちょうどパイロット111フィッシングエリアで、ちょうどパクーを狙いたいと思います。パクーが、 いる池はですね、あのー、ちょうど上側の一番左側の上あとレストランの両サイド下側の右から2番目とあと3番目のところで今回は右から2番目のミックスポンドで狙いたいと思いますで、あのー、パクを狙うのはですねあのホッパーにエビのワームをつけた形であのトレーラー式に5 0センチぐらいですかねラインをやってる形です これ匂いいい付きのワーム使わないでくださいね魚が食べるとあの胃の中にそのまま残っちゃいますのでかわいそうですよね死んじゃったらそれででこの池ミックスポンドだけはですね実際餌を利用して OK なところです他は全部ダメですですから今のに、あのー、パンの耳とかつけても全然 OK ですここでやるのはただパンの耳つけるとナマズが先に食っちゃうんでパクは食われないんです 釣れないんですよねで、あのー、ここの池なんですけれども横にレストランがあってそこの食べ残しとかあと使えない食材をここの池に捨てるという形でそれを餌として食べに来るのでこのレストラン側にパクーだとかナマズが結構寄ってるんですよ。でパクーはだいたいそんな動かない魚なんだと思うんで、あのー、こちら側で結構よく釣れます。 まあ自分で狙ってるかって言ったら釣れてるのをよく見るぐらいであと下道としてかかるっていうルアーにっていう形ですね。でちょうどあのホッパーがですねその捨てたあの残飯と一緒のような形になるのでそれをちょうど見に来る魚がいると水面がちょこちょこって動くんでその時にあのアクションを入れてあげるとエビがエビの形をしたワームがちょこっと動くのでそれで食うっていう形でやってます。 まあ、餌釣りと一緒です。匂いつきのワーム使ってるのと一緒です。餌。まあ、ここでアクション入れてるって感じですね。ちょっと、まあ、見にくいんですけど、水面が動いたっていうとことなんですよね、ここで。で、餌はここ以外のところ、匂いつきのワームとか使うとですね、罰金取られる可能性もありますんで、一応、罰金って書いてますんでね、あの気をつけてくださいね。 だけどかけてこそこそ隠れてねこの頃よくやってますね匂いつきのワーム使って餌釣りやってて何が面白いんですかねルア釣りやるところで別に釣れないんだったら釣れないでいいですよね釣れない日だってあれば釣れる日だってあるんですからねまたこの辺で動いてますね水面がここでちょうどヒットですね このやり方するとでもほとんどがサワイがかかりますあのルアーを食わない魚がですねですのでここの池だけは餌使って OK っていう形になってるんですよ。サワイとメコンオナマズはあの基本的に餌巻きの時以外はルアー食いませんのでこのパクっていう魚はあの遠くの方に逃げようとしないで釣られるとですね右に左に動く だけなんですよこのあの竿の近くでですので釣り答えっていうのがあんまりないんで多分皆さん狙わないと思うんですよね私パクー狙ってます今日はっつって言う人あんまり見たことないですねただあのー、パクー狙うのもいい感じだと思いますただねパクーという魚はね。 この釣ったが面白いんですよ私ねあんまりねあのー、パクー釣ったことないんですけど多分バラマンディを10匹から30匹ぐらい釣った時に下トとして1匹かかるかぐらいなんですよねだからねこっからがね面白いんですよこのパクーという魚はもうね雨降ったりしてね 下が濡れてたら最悪もうちょっとでね始まりますんで期待してくださいこのパタン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 もう手つけられないんですよねでこれ水際でやられるとパシャンパシャンパシャンって自分に水がかかるんですよだから逃げないといけないほんとねあのー、これをね あのー、醍醐味として釣られる方いらっしゃると思うんですけどねもう一回ねパタン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 これね、あのー、パタンパタンをやらせてるわけじゃなくてね、あのー、針を取ろうううととすするとねこうなっちゃうんですよ今回は珍しい魚パクーをご紹介しました。では